あんた川仕事長いのか。見ねえ川だな。いや、川を下るのは初めて。ニューヨークから来たんだ。国中を見て回ってる。いろんな人と話をして。失業者は1600万もいるんだよ。全員に仕事がもらえるわけがない。銀行のせい。私たちが長年貯めてきたお金を財産みたいに。あいつらの息のでも止まればいいんだわ。息子は家には入れない。こいつは、こいつは何も信じてないんだ。そこら中は空き店舗ばかりだというのに。あの状態があれほど長く続くなんて私には信じられないものでした。人の金を奪っといて銀行は閉鎖。4000ドル入ってたんだ。金物で13年買収貯金して。頭が桃暮らし。ロシアでは何でも必要になる。しかしここでは何も必要にならない。だから仕事がないんだ。